今日はボールを使ってお家の、まあ、廊下だったり小さなスペースでもできるトレーニングを紹介していきます。オープニングでもちょっと見てもらったと思うんですけど、ちょっと解説していきます。今みたいな感じでボールを見ずにお家の中だったり、公園だったりで練習してみてください。